お元気ですか、僕趣味です。今日の夕飯はですね、私の誕生日企画でございます。マカドニ入りのシチューでございます。なんでマカドニ入れようかと思った理由はですね、もうちょっとね、これやっぱりね、これをチーズ入れたらね、グラタンができるからね、マカドニシチューにね、マカドニ入れてもね、うまいだろうと思ってね、作ってみたんですよ。で、さっき言った通り、これに、とろけるチーズ入れてね、オーブンに入れて焼いても、グラタンになりますからね。うん、だからね、二段活用としてね、やっていこうと思ってます。ね。だから明日はグラタンやるかどうかはわかりません。だけど、今日はどうしても、シチューに、マカドニ入れてみたかったです。で、前にね、何回も言ったけどね、白菜入れるとね、うまいですよね。皆さんね、ぜひやってみてください。で、お酒はですね、誕生日企画でございますので、ね、久しぶりでございますね。こっちからやりますかね。はい、ね、じゃんとね、はい、白いのやつでございます。ね、やっていきたいと思います。これ今度うまくいった、うまくいった、うまくいった。はい、大成功でございます。刺身のね、ビールでございます。はい。で、またね、プロ野球カードね、別のやつが買いましたのでね、12月はね、最低でもね、2回やりますのでね、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。